はい、どうもエテポンゲーです。武器集めやっていきます。またしてもね、名前忘れたけれども忘れたけれどもなんか来とるんで、一旦話しかけようかな。多分ね、売り上げ30万かな、30万ぐらいいったからだと思います。はい、お疲れ上子ちゃん。ニコ生も見尽くしたし様子を見に来たよ。いや、それにしてもかなり武器屋としてたくましくなったね。この調子なら本当に、まさかね。でも上子ちゃんならありえるかもね。これからもバンバン武器を売ってくれよ。そういえばこれ拾ったんだ、受け取ってよ。まあまあ石くれるからね。うん、まあ、うざいけど、さあ帰ってゆうまるチューブ見よう。うざいけどね、うん、まあまあまあ悪いやつじゃないのは確かです。はい、で、まあ前回とりあえずねボスをかき集めて、終わったのかな。うん、ね、ボスが1,2,3,4、この四天王とうんちね。うん、で今日は、最終試練を、最終試練にね挑みましょう。まあこんだけね、あのボス集めたんで楽勝で突破できると思います。真上にあるこれね、武器変えとくか。武器を一番期待してるのはこいつ、3回攻撃、あのもう5回ぐらい、うん、レベル5までね上げたんで、もう石がちょっと、あ、けど今追加できたな。次18個必要で、次の鍛える、まあとりあえずこいつメインウェポンで使っていきます。いきましょう。ただね、1マス上にしか攻撃できないのがねちょっと難点。ここが最後の試練の場所、ここが最後の試練の場所、伝説の武器が眠る洞窟だ。そなたが拾い集めてきた全ての力を使い突き進め、強気者よ。最欲でそなたを待つ。ほう、誰が待っとるんじゃ。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。遠距離攻撃は効いてない、さすがに。魔法効くんか。あ、なるほどね。くらえ、完全に闇抜群でしょ。ここはこいつか、ダインスレイフか。天使、あー近づきすぎた、近づきすぎたらこっちの方がいい。鍛えてるから。2,3、はい強い、はい強い。ちょっとずつ進んでいこうか、怖いし。何者、ちょっと待って、なんで今のどういうこと。なんかいんのこれ上に。ちょっと待って、ほい、うわ2人いるわ。あ、けどこれで終わった、よし。てか攻撃力強くないか、普通に。もう回復しなきゃならん。ミラクルでいこう。よし、ミラクル切り、ちょっと薬草温存していきたいもんね。薬草温存する方向でいきます。できる限り倒していかなきゃな。あいつ闇効かなそうだな。ほれ、よし、ほら、慎重に行きすぎるか。いや、慎重に行きすぎるぐらいがちょうどいい。うん、それがね、あのローグ系のゲームの何コツというか。ちょっと待って、これどうしよう。あー、遠距離攻撃違う、自供か。
とりあえずスライムから。いやー3打球早い早い、こいつ早いよ。2マス先かいやー、魔法でいいか、魔法がいいと思う。オッケーラッキーで、サンダー出ちゃうと効かないんで、こっちの方がいいな。めっちゃいい感じじゃない、めっちゃいい。あーまあ大丈夫、うん、出会い頭問題ない、一撃でいける。よし、ボス怖えよ、ボス絶対つ、うー、天使がいるときは、天使はこっち、一回待機、もう一回待機、よしか、滅。これめちゃくちゃ痛いんだよ、これ天使が2人来たらめちゃくちゃ注意しよう。悪魔はさすがに効かないよな、このこ、サンダー効かねえ、サンダー効かねえ。よし、あーオッケーオッケーオッケー、儒教家ならどんどんやってくれたまえ。ナイスー、よし、とりあえずまだ一本道だね。ちょっと下見に行く。あ、寝てるわ。起きた？寝てる？寝てる？大丈夫？大丈夫？寝てる。ほっ！やばい、天使まで行く？あー、まあまあまあ、結果オーライということにしとこう。あー、結果オーライ。あんま聞いてないんだけど。届くでしょこれ。ああ、全然届いてない。ああ、間違えた。前4マス覚えておこう。ちょっと待って、一回待機、よし来た。いやマジでこれ、あ、持ってきて捕まえててマジでよかったと思うわ。捕まえててマジでよかったわ。これ無視していけるか、大丈夫だよ、こっちで絶対、こっち大丈夫。村の戦いを避けるのもね、大事だからね。スライムには闇効くんか。まあ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 倒せる。よし、もうちょっとでレベル上がる。回復温存して行こう。で、レベルアップで回復しよう。薬草まだ1個も使ってないからね。完璧じゃないか、この立ち回り。アクションゲームより向いている。確実に向いている、この慎重にするゲーム。慎重系ゲーム向きゲーム実況者です。はい。2発じゃ仕留めきれない。もう1発。ああ、いけるね、乱数か、レベルアップ。どうしようかな。これさ、運って一回も上げてないんだけどさ、上げた方がいいんかな。いやけど回避に頼ったらいかんよな。 HP ちょっと上げていこう。ちょっと HP がもっと欲しい、500ぐらい欲しい。こいつが一番厄介。こいつが本当に厄介だな。魔法だな。よし、あ、後ろにまだいる。天使か、炎撃つなよ。これバチクソ痛いんだよ、これが。沈め。よし、これついたんじゃないか。ちょっと回復1個入れていい？いいよ。
着いたなこれ絶対。着いたな。薬草5個。ちょっともったいないことしたな。ちょっともったいないことしたわ。いける？大丈夫？ついたね。どうするブッキー。まあとりあえずダインスレイブでいくか。いや大賢者でいこう。え？あ、うん？もしかしてくれるの？ただで。その中に眠るのか伝説の武器。強すぎて草生えるソード。あ、忘れてたわそういやそれ探してたんだったね。まことにそなたがその剣を握る資格があるかどうか、それを保つのがこの最後の試練である。数年前この試練に挑んだ男がいた。父さんでしょそれ。父でしょ、父、父上でしょ。その男は試練に破る命を落とした。その男に足りなかった力、その男がこの試練の中で築いた力、その力を受け継ぐ者よ。この試練乗り越えてみせよ。最後の試練を始める。父さんの名前なんだったっけ。武器の神雨のおはばり。うん、なんかチャッチなんか絵がチャッチ。雨のおはばり。神を倒してみせよ上子。よかる。とりあえずこれぶち込んでいいよね。魔法効くかな。サンダーフレーム。うん、効いてる。80効いてる。いけるいける。うん、効いてる。はい、よし、いけるいける。あ、武器変えた。エクスカリバーを装備した。エクスカリバーを、ちょっと待てよ、ちょっと待て。闇の方が効くんじゃないか。69、微妙い、微妙いな。まあまあ近づいてきてくれたらこっちはこれでいける。60 60、オッケー。寒い。180。なんで攻撃力上がった。ちょっと待って、こういう時は一回こいつを使うんで自強化。おーし、おーし、大剣な。なんで武器変えてばっかりなんだけどこいつ。で戻して奥義使います。奥義奥義温存します。奥義温存。回復で使いたい。奥義は強いね、やっぱこの武器。え、か、武器の神雨のおはばり最終形態。顔が、大賢者、一旦大賢者にやって、ほっ、くらえ。薬草はまだいっぱいあるよ。攻撃力が上がった。なんかあんまり攻撃してこないのか。とりあえずこっち自強化も今入ってるから。あー、やばい、打ち返してきた。71、大丈夫、あと2ターン。おし、笑っている。このターンでちょっと一ターンでこれ振ったら切れるから届くよね。届かすで、強化して衝撃波。どれぐらいいく。41。消えた消えた。どっちだ、どっちだ。ちょっと、どこにいるの。あぶねー。ちょっと待て待て待て、これはい、流星群やめて。
本当にどこにいんの ?3 いた、上におんのか。ちょっと待って、うん、上にいる、間違いなく上にいる。よし、で、回復して、実況下は解かないでいこう。何こいつ、ちょっとせこいぞ。わかった、そういうことか。距離的には同じということか。うれぇ、舐めるなよ。よし、大賢者、自強化、一回自強化して、届かんけど5ターンこれで、アップするから、武器持ち替えて、で回復入れて、フレイム炎よ、熱く燃えろ。よーし、いいぞ。戦っている相手の姿が見えない。衝撃波、これ飛ばされたよな今ちょっと。これで次消えるから振っといて、一回振って、んで持ち替えて振る。相手もだって範囲に入らないと攻撃できないでしょ。ちょっと待って、いない。上か、ちょっと相手が撃ってくる位置まで、ここか。あー、またか。あ、いた。あー、ちょっと飛ばさないでよー。ここら辺だら、よーし、よー合ってんのかなこの倒し方で。なんかあったんかな倒し方。後半ずっといなかったよ。武器の神天の大はばり。チャッチー。ちょっと王冠が剣みたいにな、剣が王冠に見立ててるのが。で、何これ、ここにも剣のマークあんの。で、これも剣だね。はい、何この子、ほんと何この子。あの店の前に来るさ、あの兄ちゃんみたいな感じのグラフィックで描いてほしかった。見事だ上子。数年前、そなたがまだ幼い頃、この洞窟を訪れた男がいた。その男の名はウェポチチ、一流の武器商人だった。思い出した、ウェポチチか、ウェポチチ。クソ強い、やべ、来なきゃよかったかも。そうだ、上子とポンミが待っている。ここは生きて帰ることを優先せれば。よし、逃げ。なあ。非常だわ。この神非常だわ、ほんと。俺は、戦う、逃げるの二択のうち、逃げるを選択してしまった。上子とポンミのことがふとか頭をよぎり、家に帰らねば、その気持ちに支配されてしまった。あそこで二人に勝った姿を見せてやりたいとでも思っていれば、上子とポンミの存在を力に、武器に変えていれば。
結末は変わっていたのかもしれない。いやー、そんなことはない。生きてこその、生きてこそのなんとか物だねっていうやつだわ。うん、生きてりゃいいんだわ。死んでしまったらね、何の意味もないから。逃げることも大事だよ、時には。逃げて逃げて逃げ回って、泥臭く生きたっていいじゃないか。俺は心を武器にできなかった。武器商人失格で。だからあの二人に伝えたい。どんなものでも武器に変えること。背負うものすべて武器に変え、戦うこと。それが俺のなれなかった真の武器商人の姿であるということを。う、意識か。ん？ん？あれは？大変だ！うぶちちさんが！一体どうしたんだ！急いで村へ運べ！はあ、はあ。上子、ポピ、そこにいるのか。このロンティーマジで欲しいわ、このロンティー。このロンティー売ってくれないかな、この作者の人作って。買うわ。8000円までだったら買うわ。伝えなければ最後の力を振り絞って。ウィコ、ポン、イカよ、聞け。どんな暴れでも武器にして戦う。それが真の武器商人だ。ククッ。俺の言いたいことは、ちゃんと伝わっただろうか。もっと言うべきことがあったんじゃないか。料理の仕方とか、洗濯とか、金のやりくりの仕方とか。でも、ボンビはしっかりしてるからな。きっと大丈夫だ。それに、上子は強い。二人が力を合わせれば、乗り越えられないことなどない。上子、ボンビ、元気出る。ほう、やっとなんか全容が見えてきたね。最初はあの本当言い残した言葉だけ聞いて、なんだこいつってなってたけど、ちゃんと前後が把握できました。娘であろう、何、神はすべて知っておる。そなたは父の意志を継ぎ、そして父を超えたのだ。あ、草生えるソード。さあ、そなたは今、伝説の武器、強すぎて草生えるソードを手にする資格を得た。武器を極めし者よ。その宝箱を開けるがよい。本当に開けていいんか、これ。開けていいんか、これ。あ、開けるか。開けよう。うわー、かっこいい。思ってたよりもすごく。かっけーかっけー。それは我が作った最強の剣。その武器をどうするかはそなたの自由だ。好きにするがよい。さらばだ、武器を極めし者よ。神。かくして神との戦いを終え、ついに伝説の武器を手に入れた上子。とりあえず疲れたので家に帰ろう。上子はそう思った。平和村のポンミに話しかけよう。はい、うん、オッケー、拾えるようになったね。伝説のトロフィーを手に入れた。うん、ものすごい功績をあげると知らない誰かからトロフィーをもらえることがあります。もらったトロフィーは自宅で確認することができます。目指せトロフィーコンプリート。売れんのかな。うん、出ようか。はい、振りてー。ブン。あれ、特に魔法とかは出ない。振らしてくれ。きた。はい。
あっつっまあメッキする必要ないだろうけど、メッキしよう一応。うん、メッキする必要はないだろう思うけどね。あ、めっちゃ売れてるわ。あ、ちょっと話しかけようって言うやん。はい、お姉ちゃんお帰りなさい、疲れてるよ。誰、ちょっと休んでいきなよ。今何分ぐらいですか。あ、26分か、いい感じだな。強すぎて草生えるを、装備した状態で、ちょっとソードまでちゃんと言ってくれ。ことでエンディングへと移行します。エンディングはトロフィーを集めることで種類が増えます。気が向いたらトロフィーを集めてみましょう。うん、はい、お姉ちゃん本当に手に入れたんだね。伝説の武器強すぎて草生えるソード、わーい、かっこいいや。お父さんの願い叶えてあげられたんだね。お父さん見てるかな。もう一度お父さんに会いたいな。その時、強すぎて草生えるの剣先からまばゆい光が放たれた。ピュッ、お父さん、パパ。そこには死んでしまったはずの父、ウェポ父の姿があった。父、ウェポ父。娘たちよ、久しぶりだな。お父さん、ポンミー、お前の泣き虫なところは変わらないな。でもこんなに大きくなってずっとうちを支えてくれたんだよな、ありきれ。ウエコ、ずいぶんと武器の腕を上げたようだな。見ればわかるさ。そしてその手に握っている剣、それが伝説の武器なのだな。俺の果たせなかった夢、お前たちが叶えてくれたんだな、ありがとう。ちょっとSE がおかしい。ドゥッって食らってる音だよそれ。ずっと寂しくて、もう一度3人で一緒に。ごめんな、俺もできることならそうしたいが、俺は父親失格で、無謀な冒険に中途半端な覚悟で挑み、可愛い娘二人を残して一人行ってしまった。しかしそんな情けない父親の無念をお前たちは晴らしてくれた。そしてこうやって再会を選ん喜んでくれた。こんなに嬉しいことはない、こんなに嬉しいことはない。心の底からお前たちの父親でよかったよ、ありがとう。踊るぜ。じゃあな、俺はそろそろ行くよ。大丈夫だ、お前たちは俺を超えたんだ。どんなことがあっても乗り越えていけるぜ。ウェクポミ、どんなものでも武器にして戦う、それが真の武器商人で。伝説の武器を手に入れた姿を父に見せることができた二人、父からの言葉を胸に二人はまた自分の足で歩いていく。父の死を乗り越え、その強さを武器にして。お姉ちゃん、私たち二人なら何だってできる気がするよ。何だってお父さんの子供なんだから。4分の1エンディング、願い。まあいいエンディングだね。うん、いいエンディング。わー、終わった。終わっちゃったな。うん、まあまあまあ、けどちょっとね、まだ確かめたいことが何個かあるしね。魔王城行ってないっぽいし、なんかクマも一匹見つけれてないし、あと、なんだ、あとコンビニの武器買ってないし、まあ武器コンプリートはちょっと、時間かかると思うから、やらないけれども、
ちょっと気になる部分はね、もうちょっとあるんで、そこは確かめてね、終了にしようかな。うん。パート何本ぐらい？ 10 以内には終わるかな。今何本までいってるかわかんないけど。はい。はい！まあ、とりあえずね、もう1パートぐらいは多分、行くと思います。はい。まあ、一応、これで、武器集め、完全攻略ということで。エンディングね、4種類あるから、それ全部、どうにか見れたらいいとは思うけど、まあね、それは、おのおのがっていうやつかな。うん。まあ、ただ単にね、めんどくさいって。うん、まあシンプルに言うとそういうことなんだけど、シンプルに言うとね、やっぱ1個エンディング見ちゃうとね、もうなんか納得した感じになっちゃうよね。この満ちた感この、うん、やっぱそれぞれに多分エンディング、けど普通にやってたらこのエンディングに行き着くよね。なんか普通にやってても違うエンディングに行き着いたよっていう人がいたなら、まあそれも一つ教えていただきたい。普通にやっててね、この後に探さなきゃ出ないよっていう感じなのかな、どうなんかな。はい、まあとりあえずこんな感じで、今回武器集め、何でも武器になる RPG フリーゲームの、実況プレイでした。またフリーゲーム気が向いたらやりますんで、よろしくお願いします。はい、ではお疲れ様でした。